はい、こんにちは。G チャーハンのムイです。久しぶりのラジオですね。1枚だいたい5秒間隔のペースで、早い早い。進めていこうと思います。ちょっと5秒早いかなと思ったんだけど、1枚をね、10秒間隔でやって、台本作ってね、これ、今ラジオ撮るじゃない？ば、あの、なんていうの？半分の時間の時点で台本が尽きたんだよね。10秒でやったら。だからちょっと1枚5秒間隔で進めていこうと思います。久しぶりのラジオ。今回は平家の墓、平家の墓の写真は夜晩だけど、まあ昼晩のね、ちょっとした出来事とかも含めていろいろ裏話していこうと思います。最初にね、ここ、平家6代の墓。平清盛のひ孫のお墓って、まあ記事にあるんだけど、皆さんこれ聞いて、あ、そこはすごい心霊スポットだわっていうイメージ湧きます？俺ね、本当にここの記事見た瞬間、あれ全然期待しなかったんだよね。平清盛のお墓って言われたら、歴史的にも有名だし、ゲームとかでもめっちゃ聞くし、まあ、やばい確率あるかなぐらいなことを思ったんだけど、ひ孫か、4代先だよ。もうだって、当時、その要は1200年代、要は今からだいたい800年前の出来事で、平均寿命とかも絶対短いじゃん。ワンチャン、ひいおじいちゃんの平清盛さんにも会ってすらない可能性あるわけよ。それで一体何を怖がれとって思って、もうここはね、事前情報だけだと、全然期待のできる要素がなかった。で、じゃあなんでこんなとこ行ったのかっていう話なんだけど、まあ、正直、三重県は有名な心霊スポットはほとんど回ったと思ってて、そうなってくると、いわゆる有名じゃない心霊スポットをもう手当たり次第、もうとりあえず数回って、もう、あ、ここは当たりだっていうね、今回みたいな場所を探そうみたいな感じで行くしかないなっていう感じで。で、まあ、この日もなん、あの、これ動画では滑子と平の墓っていう感じで出したけど、他にも何か所かね、三重県、回ったんだけど、まあ、ことごとく外す外す。もう、ここの池がやばいらしいっすよ、みたいなことをかっちゃんに言っても、かっちゃんは、ここが？とか、もう嘘やろ？みたいな、そういう、もうリアクションばっかりで。もうかっちゃんのリアクション見たらわかるんだよね。ああ、もう絶対ここ 大したことないんだろうな、っていうのが。で、まあ、なめりこがそうだよね。特になんか、なめりこに関してはマジでね、体験談の時点で、平家の墓、ここ行こうとした時に、体調が悪くなって行くのやめましたって、意見何も関係ないやんレベルの体験談しかないから、まあ期待しなかったんだけど、そんな感じで、何箇所、4箇所ぐらい回って、外ればっか引いて、もうかっちゃんもね、諦めてたんでしょうね。この日は別にもう結界もいらんな。ただの池だったり、なんだ、ね、そういう場所だな、みたいなことばっかり思ってて、結界張らずに、お昼探索の時に、お墓のところにたどり着いたんですよ。で、ふっとお墓を見たら、あれ、三重県でかっちゃんが最強っていうぐらいにはやべえお墓が目の前にあって、もう慌てて結界張らなあかんって思うけど、もう、お墓見た時点で完全に不意打ち食らった後で、もう、かっちゃんの中に何かが通り抜けたみたいなことになってて、で、無為は無為で、お昼探索の時の映像を見てもらったらわかるんだけど、全然遠くにおって、あれ、遠くからカメラで、眺めてる感じでやってたから、なんであいつあんな遠くにおるんだ、こんな時に限って、みたいなことになってたのでね。で、まあ、実際、結界張る前に、もう体が何かを通ったのかっていう感じで、もうこの日はお昼探索だけで終わって、で、また改めてこの夜来たっていう感じかな。もう今写真だとだいぶ、お墓の前あたりで写真撮ってる感じだけど、でもここな、本当にな、このメインのお墓のところでしか、オーブ撮れなかったんだよな。他のところに一切オーブが、寄り付いてないっていうか、ここに映った、そういう、今一箇所真ん中にポツンと映ってるけど、5個、
まあ、3から5個ぐらいかな、のオーブが本当に、ちらちら映るだけで、そんなに、オーブがわらわらいる場所でもないから。ネガティブになるっていうのもね、かっちゃんは割と体験してるようだけど、動画見た感じで。俺の中だと、なんていうの。俺編集しててもなんもないからさ、どう、凄さを語っていいかも、俺一人じゃわかんないんだよね、これ。で、お昼探索の時に、あれ、かっちゃんが、女の人がいるって言って、なんか恨みつらみが、やべえ、女の人がいるみたいなことを言ってて、あれも結局夜来るってことになったら、動画内で喋るの思いっきり忘れたんだけど、あれ、一応調べはしたんだよね。多分ね、無為の調べた感じだと、平家、てか平家六代っていう人のお母さんにあたる人がそうじゃないかな。今この映ってる、ちらちら映ってるオーブにね、映ってるのがそうなのかわからないけど、その六代のお母さんの人が、あれ、平家に、おじいちゃんあたりの人を、平家からだいぶひどい仕打ち受けてて、だいぶ良くない、なんていうの、気持ちのまま、ここに平家に嫁ぐことになってるから、まあ、この人がワンチャンなのかなって思いながら、俺は夜ここにいたけど。あと他になんか喋ることあったかな。 画像の方もね、だいたいもうこれで、お墓エリア終わって降りてきたぐらいかな。もうこの辺りからね、かっちゃんがだいたいネガティブにね、あえて一回取り憑かれてみたみたいなことを、あえ、なんていうの、後で聞いたけど、動画でその辺喋らんじゃん。もう、こっちとしては、どうしたものかと、ね、これ、この状態の時に、取り憑かれて、なんていうの、軽く自分に、ね、その悪い気を当ててみたって言うけどさ、俺からしたら急に落ち込み出した人だからね、わかんないよ。でもちゃんとこの近くにね、オーブ、この道路の先にいるこの白い粒、今消えたやつとか、映ってるから、まあ、後からになったけど、嘘ではねえのかなっていう感じなんだよね。てかまあ、そんな感じですね。霊感ある人は来てみたらいいよってかっちゃん言っとるけど、俺らのこのなんていうの、やべえ動画を見た後で来る勇気がある。あるのかな？というわけで、まあ、チャンネル登録よろしくお願いします。